せーの、それでは早速やっていきたいと思います。いきましょう。6人村ゲーム開始です。 OK、 さあ頑張ろう。ということでですね、今日はゆたかさんと一緒に人狼殺をまたやっていきたいと思います。なんか最近人狼殺めちゃめちゃ配信してるな。まもなくゲームスタートです。マジか。身分を確認してください。そういう感じ。うわちょっとマジか。夜が来ました。目を閉じてください。そういう感じね。人狼は目を開けてください。こんばんは。人狼は人を殺してください。どうしますか、占い師お願いしていいですか。ああ、じゃあ分かりました。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、なぜなら俺が黒だったら、俺が人狼だったら絶対に6番に対して黒出しをするということを6番は考えるはずなんですよ。 CV 服部平次はそう、これも完全に身内読み入ってくるからね。今回身内読み入ってるから完全に。で、まあ、ガチな人狼殺よりは結構ネタ重視な人狼殺ってところもありますので、まあ、その辺は皆さんもね、分かっておいていただければなと思います。ネタ重視なら、なんか初日髪してもいいんだけどね。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。さあ、どっから ?4 番。おお、俺2番目か。のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。PC が熱すぎてこれほんま火事にならんか心配な、4番でございます。一発目なんで正直、何を話したらいいのかというのを、なんですけども、この中に人狼が2人、正直役職がなかったんで、考察も何もこの一周目終わったあたりぐらいからじゃないとできないんです。確かに。ただまあ一つ言えるのは楽しんでいきましょうということです。正直これ以上喋ることがないので次お願いいたします。5番のプレイヤーは発言してください。どうも皆さん、おはこんばんちは、オートジャーです。ということで、本日はね、人狼殺をみんなでやっていこうということになりまして、はい、どうもノッタンです、よろしくお願いします。ですね、まあちょっと僕も2人目なんでそんなに言うほどね、いろいろ喋ることがあるわけではないんですけども、僕はあれです、村人陣営です。特にね、役職は、あ、これあんまりこういうこと言っちゃダメなのかな、ちょっと今間違えちゃったかもしれない、すいません。なんかまあ、じゃあこの後ね、占い師さん出てくると思うんですけど、まあ、占い師さんの方はですね、もしセオリー外のことやってるのであれば、なぜセオリー外をやったのかっていうかね、そういうちゃんと、まあ、理由だったりとかもつけていただけると僕としてはすごくありがたいです。で、まあそうですね、まあ、これ僕いつも言ってるんですけど、この人怪しいなと思ったら怪しくない人も開けてほしいなみたいな、そういう感じです。おはこんばんちは。6番のプレイヤーは発言してください。はい、どうも6番の村人陣営の人です、よろしくお願いします。ってことで4番さんから始まって5番さんとつながっている。ただ占い師を4番さん5番言ってません。もちろん俺も占い師でございませんのでね、1番さん2番さん3番さんの中には真の占い師もしくは人狼が占いを語るのかってところです。おで、まあ、しっかりとね、占い師の方はまあ発言をしっかりと、そして今5番さんが言ってました通り、まあ占い先なんでそこ占ったのかってところぜひとも俺は聞きたいなと思っております。で、まあ、4番さんは今回一発目の発言やったんで、まあ、何かしら発言するのかな、まあでもそんなことはなかったけど楽しくしたいなってところ、とても印象良かったです。5番さんもね、まあ、正直この位置だから色落ちはしていないけれども、ただ黒い位置とか上げたい、だから4番さんあなた目線どう見たのかなってところです。まあ色落ちないって理由だろうねってところです。はい、1番うーんのプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。そうですね、まあ、結果は後に言いましょう。とりあえず、まあ、印象からね、4から6までの印象、4番さん、まあ、確か1発目なんで色落ちあんまりありません、はい。5番さんに関しては、ジャックの子なんか役、村人陣営役ありませんっていう、なんかあ、それ言っちゃダメなのかなって、なんか役をある村、村陣営、素村であることか役をどっちかなのかなって思ってる部分がありますね。ただちょっと若干村置きで、6番さんに関しては全体的に4番5番に触れてる部分、占い先とかね、なんで占ったかってね、それは分かるよ、俺が何でもメールをターゲットにしてるからだよ。3番黒ね、以上。おー、素晴らしい。2番、なるほど、のプレイヤーは1番さんが占い師で出てくれたと。発言してください。はい、おはようございます。ありがとう、相方占い師でした。6白占った理由は肌が黒かったからです。平次、今日も黒いで。ということで6番さん占いました。残念ながら白でした。1番さんが3番さんに黒出しっていうとこなんですよね。
2分の1特攻ですね。逆特攻っていうんですかね。黒出し特攻ってやつですね。残念ながら自分が真の占い師でした。ハズレでーすっていうとこなんですけど、あんまガチめにやっちゃうと、でも俺さ、役職的にまあまあガチにやらんとあかんやつなんよね。利的になっちゃうから。なので結構ガチめに行きますねっていうところ。1番さんの黒は確実なんだけれども、相方1はそれこそ3番さんに逆確保した可能性もまだまだありますので、そこも追っていきたいと思います。12歳です。3番のプレイヤーは面白いぞ。何言おうかな。はい、おはようございます。永遠の15歳なんでもメロンです。はい、1番さんはね、もう私目線偽で狼だと思っております。で、そうですね、4番さんと5番さんどちらに人狼さんがいるのかなって思うんですけれども、1番さんの相方として、そうだな、4番さんかなって思ってます。まあ、なんでかっていうと、まあ、5番さんも役職は点々点、まあ、言わない方がいいんやな。結構真面目に小槌しちゃった。スドラをね、すかせたんですよ、4番さんは。4番さんは、スメラをすかせたっていうことがあんまり、私的に印象が悪いですね。はい。そうですよ。そりゃそう。まあ、5番さんがね、結構早口だったっていうのもね、若干気になってるところなんですけれども、4番さんのね、スメラをすかせたところが一番自分の中では、単体生産するとね、4番さんが怪しいかなって思ってます。それ俺だよな。まあ、2周目しっかり聞いてから考察をしようと思います。4番のプレイヤーは発言してください。はい、ということで、なんか村人を言うたら疑われてしまったんで、まあ仕方ないっちゃ仕方ないです。これはまあ仕方ないんですけども、さてここでです。これはまあメタ発言 OK でしたよね、確か。メタなことオッケーやったはずなんで、これもしかしてなんですけども、さっき、これのね、打ち合わせの前、打ち合わせの時の話でね、ありましたけども、まさか1番3番さん黒じゃないんでしょうか。黒囲いしてます、もしかしてなんですけども。いやー、なんかそんな気がしてきた。でもな、正直陽介さんもな、信用的なところがあるからな。どうしよっかな。黒囲いかな。1、3。5番のプレイヤーは発言してください。おっす、ほらごく。ちゅうことで、ちょっとオラもちょっと今回はちょっと人狼にしっかり参加しようかなって思ってんだけど、よ、さっきなんだ、1番と2番のやつが占い師で出てて、で2番のやつは自分より後ろに白出し、1番のやつは自分より後に黒出したろ。そうするとなんかどっちかっていうと、なんかその1番2番はちょっとなんかフラットな感じしかオラ正直しねえんだ。で3番のやつがさっき、なんかほら4番が村人すかしてどうのこうのって言ってただろ。でもそれに似たようなことオラも言ってたぞ。もしかして3番はなんだ、オラと間違えてたのか。なんかちょっとどっちかわかんねえんだけど、なんかそれでなんかすごいちょっと印象悪くて、なんかちょっと黒っぽいなって感じになるんだったら、それだとオラも一緒なんじゃねえかなって気がしてしまって、でそういうところから見るとなんかちょっとさっき4番も言ってたけど、13黒黒っていうの本当あんじゃねえかなってちょっと思ってきてるんだよな。どう思うんだ、服部、おめえどう思うんだ。6番のプレイヤーは発言してください。ぶっちゃけ俺もそれ考えてて、そう、この村が始まる前になんかその黒囲い的な感じの戦法が最近流行ってるらしいなって話な。でそれをなんか確証づけるように3番が1番のこと黒い、まあ偽物やと思う言うてて、3番目線、あんた3番黒言われてんねんで、なんで1番のこと思うって言うてんのかってところなんでや。しかも2番さんはなんで3番さんことそんなに擁護せえへんのかってところも気になるしな。まあ擁護っていうか、どちらか1、3で黒囲いしてるかもしれへんなって話してたな、2番さんに関して。でそう、4番さんと5番さんともにスムラ発言してます。もちろん俺もスムラです。はい、ってことは3番さん黒っていうのはどうなんかなってところなんですけれども、だとしたら1番さんが俺怪しいのかな。お、これは美味しいんじゃないか。怪しいかなと思ってます。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。2周目から延長 OK ですよね。ちょっと延長しますよ。皆さん、4番から6番さん、それが狙いですよ。3番さんの、それは騙されちゃダメ。何言ってるのあなたたち、ね、だってもうあなたたち4番から6番完全に白なんですよ。僕からさ、もう2、3って言ったら終わりなんですよ。黒囲いさせてるって思わせてるだけじゃないですか。でさっきもその4番さんも、5番さんが言ったのかな、4番と5番間違ってるのかなって、そのすかした感じの話っていうのを言ってましたよね。これ延長 OK ですよね。ちょっとここ俺きっちりさせてほしいんけど、2周目 OK やね。
OK ってどうしたけど、いや、そこで、だって別にスムラ発言っていうか、別に役を言う必要ないじゃん、今って。OK ね、ちょっとしますね。だから4番さんが別にスムラですって言ったのが、村人陣営です、村人ですって言って、スムラって、頑張れよ言ったとしても、頑張れよ、その後に狩人って言おうが、別に俺はいいと思うんですよ。それをなんでわざわざ4番につなげたのって、それだったら5番さんもそうじゃないのって、あなた目線で。おいおいって3番、黒囲いをちょっとなんかさせるような発言はやめてくれ。俺は真の占い師です。はい。2番さんは偽。だって、後ろに出してるっていう部分もある。これで3番に白なんか出せない、パンダにできないでしょ。うん。で、若干そのさっき自分が付箋を張ったんですよ、この3番さんは。黒囲いっていう。うん。俺、ちょっとそれが怖かったんですよ。4番から6番までの人。ね、そこをよく考えてくださいよ。そこをよく精査してください。僕は多分5番さん、どうなんだろう。5番さんは、だから4か6が役割なのか、まあ、これ役すかしって言っても、これもう決め打ちなんで きっちりしてくださいね。そうでないと、グッジョブしないと負けちゃうからね。本当に。うん、僕釣った後3番釣っても遅いよ。うん、それだけ言っときます。僕は2番3、もう2番3番どっちでもいいけど、僕はもう、じゃあ2番に入れます。じゃあ、ね、ここは。はい。よし、じゃあほら、おめえに焦っぞのプレイヤーは発言してください。100年経っても好きでいてね。あ、どうも福山雅治です。改め陽介です。追加します。ポチッとな。あ、そうだね。あ、俺目線3、4、5の色が分かりません。3番さんは黒かもしれないし白かもしれません。ただ逆が濃いっていうのもあるよねって思います。ただ逆囲いじゃなかったパターンを話しますね。1番さん目線です。はい、2と3が残っています。どちらかが占い師です。どちらか好きな方に黒を打てばかなり2分の1で新占い師に当たりますよね。だから黒を打ったっていう考え方もできますねっていう話をしました。ただ気になるのは、じゃあなぜ俺じゃなくて1個飛ばしの3番さんに黒を打ったのかっていうところで、自分は黒囲いをちょっと追ってますっていう話をしました。1周目の話です。なので正直自分目線3、4、5の色は分かりません。ただ今の流れからいくと、投票結果によって占い値は変わってくると思います。皆さん目線3番さん占ってほしいのかもしれませんが、3番さん目線は4、5のどちらか占ってほしいっていうところでしょう。カリドさんの透かし透かさないっていう話は、正直1番さんがおっしゃった通りですね。はい、スムラ発言した後にカリドでしたっていうのも全然あったと思います。なので僕はそこまで突っ込みません。4番さんも5番さんも6番さんもスムラ発言をしております、現時点でね。3番さんだけですよ、何も言ってないの。この番手で3番さんだけ何も言っていないっていう状況ですね。黒打たれたらね、大体どうなるかってとこなんですけれども、これ調子いいんじゃねえか、はい、なので今日はね、1番さんから釣っていただきたい。皆さんが思ってる通りです。1番さんは2と3どちらからでもと言いました。あなた方見せんさ、3番のプレイヤーは発言してください。4番さんと5番さんの大きな違いとしては、4番さんは自分スムラですって言ってたんですよ、多分ね。あー、これ間違えた、ごめんなさい。で、5番さんはさあ、役職はどうかなって言ったんですね。狩人、把握です。はい、わかりました。じゃあ4番さんは狩人、じゃあ5番さんだねじゃあ1号弾ですね。わかりました。はい。で、そうだな。もう本当に4番さんだと思ったんですよ。で、1番さんがね、なんか2番さんに対して、パンダになんてできないでしょって言ったじゃないですか。それって変なんですよ。2番さん目線、私に白出しとけば、4番さんから6番さんまでがグレーになって、考察がしやすいんですよ。いろんなところに黒塗りができるの。だから私にパンダにできないでしょって言ったその1番さんの発言はマジでちょっとよくわかんないなって思いました。で、6番さんがなんで私に1番さんは狼だと思いますって言ったのって言ってたんですけど、まあ一応ね、スライドがあるのかなって思うんですよ。あそこの場面でスライドしとけば平和村が作れるんですよね、村でやればね。だから村または狩人がやれば役スラになるから、だからそういうことを言いました、すいません。あとは、まあ、なんで4番さんかっていうと、まあ、そこの単体精査ですよね。別に1、4が見えたからじゃなくて、単体的にスムラを透かすっていうのは若干ムラリがないからです。はい。もう別に2周目で狩人ですっていうのは別にいいんですけど、黒出された時にムラ目線はっきりしないんですよね、そこが。だから、良くないぞっていう。目だぞっていうことですね。まあ、
私がそうさっき間違えて黒囲い最近強いんすよって言っちゃったことに対して皆さんが懸念を覚えるのはまああるかなって思います。私スメラなんでね、はい、一番さん確実に釣ってください。一番さん狼です。で相方は五番さんです。以上です。投票を始めてください。おこれと2番いくしかねえぞ。ほらほらじゃないべ。どうなっかな、どうなっかな。なんかあでも間違えたぞ。なんかついつい俺ずっとやってたぞ今。どっちだどっちだじゃねえわ。どっち行く。あやっべ俺死ぬわ。1番のプレイヤーが選ばれました。1番のプレイヤーは発言してくれない。これ借りさせてもらって4、5、6借りてどういうことか分からないけど、まあもう4、5、6は村だからいいんだけど、3番さん最後おかしいこと言ったんですよ、ね、2番が3でパンダにした場合に関して4、5、6に黒塗りできるって言ったのよ。黒塗りってどういうことよ。おかしいでしょ。それ4番から6番の人分かる。なんで黒塗りなのよ。黒塗りっておかしくない。発言3番さんおかしいでしょ最後。うわーきつい。これ2、3、6。うわーこれちょっとあれだぜ。あーグッチョも起こしてくださいね。はい、じゃないと負けます。いやこれ俺きついな、きついなこれ。夜が来ました。でも絶対あれでしょ、だって占い師は守られるでしょ。だからワンチャン俺が目を開けてください。俺が死なないことを祈って何とかするしかないんだよ。で狩人は多分マジで4番だから4番殺す。いやここはあえての何でもメロンでいきます。あえての何でもメロンで俺は占われ、うん、あダメだこれ。あダメじゃんよく考えたら。あ間違えたこれ俺あれじゃん。いやちょっと待ってよ。っていうか占い師目線もう2人分かっちゃうでしょ。でも今日占い師は守られるでしょ。で1番死んで、えこれもう俺なんともならんくね。で1番は6番にあれでしょ。で13の黒囲いを追うしかないのか。そっかそっか。あダメだ、そしたら俺3本殺しちゃったじゃん。あ間違えた、間違えた。あじゃあもう俺いい人になるわ。昨夜死んだのは3番。いい人になるわ俺これで。4番のプレイヤーは発言してください。あのごめん、あのね俺の中では1番3番やと思ってたよほんまに。でまあ狩り3人出てしもてあれやったんやけど、嘘です、狩りじゃないです。村人あじゃあ6番なんだ。狩人なんでか知らんけど、まああのなんでそこでやってもらうやろって感じでしょうけど、皆さん俺はいい人だ。あの俺いい人だ。普通になんかみんなアーマーとか使ってるじゃないですか。そのアーマーやってみようかな思ったんやけど、使い方間違えたと思う。これこうなってくるとあと一人なわけや、人狼が。いやもうこれバレてるじゃん。ってことは誰やってなると、陽介さんは5番言ってるから5番か。5番のプレイヤーは発言してください。僕はここで皆さんに一つ問いかけをしたい。何か争うのはやめませんか。ここらで一度みんなで手を取り合ってこの村がより良い方向に行くことを考えて話し合いをしませんか。どうでしょうか。僕は今皆さんの両親に訴えかけています。どうでしょうか。村人4人の中で誰か1人の人狼を見つける、たった1人の犯人を見つけようなんて考えるのはやめませんか。もうご苦労ご苦労ちこらそうじゃないだろう。そうじゃないんだよ2番さん、そういうことじゃないんだ。4人の中の誰かをじゃないんだ。みんな信じてくれ、2番が黒だ、絶対2番黒だ。6番よしのプレイヤーは発言してください。カリウドです。6番カリウドです。ね5番さんに黒、そして今の5番さんのこの感じ、ありえるならば2番さんが相方をわざわざ噛んだ2、3のライン、はたまた1号のラインかってところ。あ意外と良かったんじゃない。5番さんが2に投票してんねんな。1号がちょうど2に投票してんねん。そりゃまあ2番さんそれ5を占うわなってところやな。でも今5番さんの発言って4人の村人陣営で争うことはないっていうふうに言ってるやろ。でも2番さんは人狼やって言ってる。あれでおかしいぞこれ。 5つったら終わるんじゃん。終わんない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 。えどうなん2番さん。終わらない終わらない。この村は一人になるまでやるから発言してください。いや今の感じやったら5つったら終わると思うよ。ちなみに占ったのは3番です。3番白でした。まさか噛まれるとはってところね。いや1番さんにしてやられましたね。マジで2分の1で黒特攻したんだね。5番黒は嘘ですが、
ちょっと発言の感じ聞いてると、ゴークロっぽいなと思ってます。間違ったらマジで俺先般で構いません。俺今日5いきますね。2番ですね。今日5いきますね。2番さん。いや、でも4番さんも怪しかったけど、でも5番さんのあの発言は、もう当てられちゃったから。ゴークロですね。もう当てられちゃったからっていう感じに聞こえたんだよね。そこはもう正直、あの、各所の6番さんが、もうそれは自分の判断でいいと思う。俺5行くね。これ5黒ですね。俺は5に行きます。あの発言の感じね。これ確実に5黒です。いや手を取り合いたかった。これ間違いない。これ絶対5黒。絶対に5が黒。絶対5黒だけど2番行くわ。ありえん。ワンチャン、ワンチャンさ、誰かがネタで2番寝てくれることを祈って俺は2番行くから。どうどうどう、みんなガチになる。そこ5番うわのプレイヤーが選ばれました。そこなんでみんなガチなの。なんでそこみんなガチなの。ゲーム終了、村人の勝ちです。なんでそこだけみんなガチなの。Nope!